秀吉は島津を下し九州を平定した。立花銀千代の戦ぶりは高く評され、秀吉帰下で大いに立花の名を挙げた。やがて天下はほぼ秀吉により統一され、抗う者は関東の北条のみとなった。秀吉はその力を誇示すべく全国の大名を率い、北条の居城小田原城を攻めた。銀千代は高橋常雲の嫡男立花宗茂と共に小田原城へと軍を進めた。天下平定面白い、立花も付き合おう。第2話小田原討伐、立花の誇りを。天下まであと一歩、うそー、押し上げだ。風は東より吹き荒れよ、宗茂。風などの西を恐怖させるがいい、銀次さん。まず周辺の敵を掃除し、進撃路を確保する。敵将、立花が討ち取った。やるな、その調子だ。立花の雷神よ、天地を震撼させろ。家を大事にし、親を敬え、お前は好きになれそうだ。貴様とて同じだ、ただ貴様は孤児だよな。お前は好きだ。今より加勢してまくる。立花とやらに、メス郎の影を作る。だから何だ、立花は常に今を全うし、生きている。いつ果てようとも、誇りこそあれ、恐れなどない。業は神、魔は不滅。
望は魔は不滅。ついに太平が訪れるか。とどろけ雷鳴。これが橘だ。続くとは限らないんだな。
この世に永遠に続くものなど存在しない。故に橘は戦い続けるのだ。